書道の教科書の中でも筆と墨汁とそれを入れる核を用意するというように教科書に書いてあるというお話を聞きました。私自身、墨をこうすずりでこう吸っていくという感覚は子どもの頃から大好きで、こう墨の香りがこう立っていく時にこう なんだかこう気持ちまでスッとするような、こうちょっと背筋が伸びるような思いを今までそれが大好きでしたので、そういう感覚をまた皆さんにも今日は味わっていただきたいなと思いまして、今日はあえて書道ということではなく墨絵をこうみんなで楽しく書いてもらうということを企画いたしました。天神様のご祭神というと菅原の道真公でございます。道真公というのは平安時代の方でございまして、墨絵が伝わる前、書の三世と言われておりました。小野豆腐、そして、佐賀天の有賀空海とともに書の大変に、達人でございました。多分ご祭神も来ておられたら今頃こういう素晴らしい絵と書とを書かれるんだろうなと思いながら今ここに立っております。今日は皆さんどうぞふるって、いい作品を仕上げていただきたいと思います。それでこの墨の材料なんですけどね、この時分すごく簡単です。すすと三河と蜜と若干の香料、これだけでできています。でこのすすがみんな黒いだけなんですけど、そのもして取る時のすすの取り方によって粒子の大きさが違ってきます。それがいわゆる墨色というもの、大きく変わってくるんですね。人間の目って不思議ですよね。これ墨を使ってます。このすすってナノメーターの単位です。ナノメーターって100万分の1ミリ、見えるわけないですよね。それ人間の目で絵にして紙の上に乗せたら見分けるんですね。これ真っ黒に見える、これなんか少し白っぽいわね。今のどのカメラよりも立派な目、皆さんお持ちなんですね。先ほど宮司様からお話があったように菅原の道真公、本当に学問の神様で、先ほど書の神様と、それを描いた徒党天神の掛け軸です。でこちらは天満宮の御神牛、まあ、神天神様は亡くなられた後牛に惹かれて歩いて行って、そこにお墓を建てたんですが、その牛が御神牛となっているこの牛を描かれたもので、あとこちらにあるのが北の天神絵馬、天神縁起絵巻なんですが、こちらにも日本画の絵の具と同時に墨がたくさん使われています。ちょっと近くに寄って今見ましょう。これはすごく貴重なものなので、これからみんなが墨でピシッてこう飛んでしまうと大変になるので、今見てこれだけはすぐ片付けます
せっかくなので、あの近くに見てみましょう。こちらも、あの天神様を描いた作品です。あの江戸時代 の、 あの天外さん、天外御所が描いた、あのこれもあの天神様の絵なんですが、あの優しい顔と梅を持って、あの人々が出てきました。